イタリアングレーハウンド。イタリアングレーハウンドは、イタリア原産の小型のグレーハウンド犬種。イタリアングレーハウンドとも表記される。イタリア名はピッコロ・レブリエロ・イタリアーノ。サイズは小さいながら、サイトハウンド犬種の一つである。期限は、ローマ時代頃と推定され、貴婦人の愛外犬として人気があった。小型のイタリアングレーハウンドは、古代エジプトで、 ファラオの宮廷に、すでに存在していた小型のグレーハウンドの末裔デる。たくさんの花瓶や器の絵からこの剣手が描かれており、ラコニア、ギリシアを通り、紀元前五世紀初期にイタリアに渡ってきたと言われている。この剣手が最も発展したのは、ルネサンス期の貴族の宮廷である。イタリアングレーハウンドの絵が偉大なイタリアの巨匠や、外国の巨匠の描いた絵画の中に出てくるのは、 珍しくないことである。イギリスには、チューダー朝時代にわたり、チャールズ一世やアン王女、ビクトリア女王などにも愛された。その後イギリスなどの貿易国を通じて、世界各国に輸出され、近代になると、貴族階級以外の人でも飼育ができるようになった。また、プロイセン王フリードリヒ二世、大王は、イタリアングレーハウンドを愛し、没後は、 ポツダムの三数四宮殿の愛犬たちのに葬られることを望んだ。一説では、三数四宮殿で飼われていたグレーハウンドは、イタリアングレーハウンドより大きい体高50センチ前後のポツダムグレーハウンドであるともこと。1880年代には過度な改良により日弱で、軟弱な体質になってしまった時期もあったが、1890年代に、健康な犬種に戻すための再改良が行われ、 ローマ時代の健全な姿を取り戻して人気が再加熱した。世界的な人気は今も高い。日本には江戸時代に初めて輸入され、身分の高い霊場などに愛された。現在も人気の高い研修の一つで、毎年国内登録が行われている。国内でもブリーダーから入手することが可能で、愛好家も多く存在する。対抗はオス。 メスともに十二から三十八センチメートル、体重はオス、メスともに最高五キログラムの小型犬である。体格は細身、ボディはスクエアで、容姿はグレーハウンドやスルーキのように優美で洗練されている。基本的に古代からこの姿はほとんど変わっていない。頭部は細長い形をしており、幅は狭く、その長さは体高の四十パーセントに達する。頭蓋部、 クラニアルリージョンは平らで、スカルとマズル、興奮部は平行である。スカルの長さは、頭部の長さの半分に等しい。眼下の下の部分は、彫りが深い。ストップ、マズルと額の間の部分は、ごくわずかだが、明瞭である。花はダークで、ブラックが好ましく、微孔はよく開いている。花が完全にまたは、半分色素欠乏しているもの、微量がくぼんでいるものや、 流起したものは、犬種標準から外れるものとして、失格となる。マズルは、先細りで長く、尖っている。唇は薄く、引き締まっており、唇の端は大変ダークである。顎は長く、摂氏は、冠の形にきれいに並んでおり、犬の大きさと比べると力強い。歯は健全で、完璧で、顎に対して垂直に生え、シサーズバイトである。 頬はすっきりと引き締まっている。目は大きく、表情豊かで、奥まっていなければ、デメでもない。交際はダークで、目緑は、色素沈着している。耳は、付け根が、大変高く、小さく、軟骨は薄く、折りたたまれ、甲と首の上部に沿って寝ている。犬が注意を払っている時には、耳の付け根は立ち、耳タブは側方に水平に掲げられ、フライングイヤーや、 プロペラ型の耳と言われる形に消えられる。ケーブ持ち、プロファイルは、トップラインは、気候、肩の骨に向かってわずかにアーチしている。首の長さは、頭部の長さと等しく、形は、円錐の先端を切ったような形で、筋肉質で引き締まっており、デューラップ、喉かのたるみはない。体調は、体高と等しいか、それより、わずかに短い。 トップラインは、側持ちするとまっすぐで、背から腰にかけてアーチしている。腰のカーブは、尻のラインに滑らかに連なる。気候、ウィザーズは大変明瞭である。背はまっすぐで、筋肉質で、尻はかなりの傾斜があり、幅広く、筋肉質である。胸は、幅が狭く、深く、肘まで達している。全身は、全体的に、まっすぐで、垂直で、 筋肉は引き締まっている。肩は傾斜しすぎず、筋肉はよく発達し、引き締まり、明瞭である。上腕は前、持ちすると、肩甲骨と上腕骨の角度は広く、ボディの中心線と平行である。肘が外交もしていなければ、肘がボディを締め付けてもいない。地面から肘までの前腕の長さは、肘から気候までの長さより、わずかに長い。骨は細くて、 しっかり、前腕は、側持ちしても、前持ちしても、完全に垂直である。メタカーパスは前腕を垂直に伸ばしたライン上にあり、側持ちするとわずかに傾斜している。前足はほぼ楕円型で、小さく、指跡は、アーチし、金額している。パッドは、色素が沈着している。爪はブラック、あるいは、毛色や足の色に準じたダークで、ホワイトでも許容される。 デュークロウ、オオカミズメのあるものは認められない。講子は後、持ちすると、全体がまっすぐで、平行である。大体は長く、引き締まっており、太くはなく、筋肉が明瞭である。下いはよく傾斜しており、骨の構造は丈夫で、足の筋肉には明瞭な、細長いくぼみがある。施節、ホック及び中足、リアパスターンは、座骨端から垂直に引いたライン上にある。 後足は前足より楕円型ではないが指跡はよくアーチし金額しているパッドや爪のピグメンテーションは前足と同様である尾はおつきは低く根元は細く先端に行くに従ってさらに細くなる低く掲げられ付け根から半分はまっすぐで後の半分はカーブしている大体の間からトップラインに向けて持ち上げると肝骨頭の高さをわずかに超える 単毛で覆われている。おがせにかかっているもの、また自然であれ、人工的であれ、無おのものや単おのものは認められない。皮膚はボディ全体に薄く、ぴったりとついているが、肘だけは多少緩い。紐は短く滑らかで、毛は薄く、シュスのような光沢がある。フリンジ、飾り毛は全くない。毛色は、フォーン、レッド、グレー、ブルー、クリーム、 ホワイト、ブラック、スレートグレー、イザベラ、クリーゲイロなどと、これらを地色として、白のマーキングが入ったもの。これらの毛色内であれば、いかなる色調、色の濃さでも良いが、なるべくは単色を理想とする。しかし、ブラックタン、ブルータン、ブリンドルは、検種基準として認められておらず、血統者の発行は行えない、ペットとして飼育するのはもちろん可能である。あゆみ様、 ゲート、ムーブメントは、後頭補佐まで自由な行動をし、軽快なスピード感がある。性格は、控えめだが、愛情豊かで従順である。主人に対しては、非常に忠実である。遊び好き、好奇心旺盛で、走る者を追いかける習性があり、飛び跳ねたり走り回ることが好きである。寒さと、ストレスに対して、非常に弱い。匂いは少なく、体格の割に、吠え声が太い。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。